森塩チキンレース。あー、すごい人気でしたね。はい、あの、天気いいね、天気いいみたいな。やなびこ、やなびこ。こんにちは。怪談師 YouTuber のナーショーでございます。というわけで本日は、熊本のハチャル名鑑通信、はい。まあね、またやってきましたけども。いっぱいありますね。そうですね。はい、もう無限に質問がございますので。まあ質問というか、まああれはね、一個動画で答えるごとにまた新しいね、質問がね、出てきたりとかするので、まあそれに順々ね、答えていくっていう感じでやっていきましょう。はい。というわけで、今回はですね、これ僕もまあ言われたら確かに気になるなってところではあるんですけど、コメントで多かったのが、以前、その熊子さんが喋れる霊っているのみたいな動画出した時に、基本人間である熊子さんと霊はコミュニケーションは成立しないと。まあコミュニケーション成立しないけど、まあ中にはごくごく稀に例外に、ちょっとコミュニケーション取れるやつがいるという話があり、まあその辺の動画もね、今後出していきましょうみたいな話をしたんですけど、なんかその付随してそこでよく質問できてたのが、じゃあ霊同士はどうなのと。幽霊同士はコミュニケーションを取るんですかと。まあその辺はちょっと今回聞きたいなと思ってて、で、過去にちょっと見た感じ、聞いた感じだと、例えば霊と霊、別の霊が、なんかこう、なんだろう、ひそひそ話し合ってたりとか、するシーンって多分あったかなと思うんですけど、ということは何かこう何かしらのこうね接点というか、認識してたりとかはするのかなと思ったんですけど、どうですかそれは。多分自分が見てる限りだと、お互い存在は認識してるけど、興味がないというか、なんかその個人の名前とか、その踏み込んだことは知らないんじゃないかなっていうか、そのお互いの本名を知らないとか、そんな感じのレベルかなとは思うんですよね。例えば田中さんっていう幽霊がいて、山下さんっていう幽霊がいたとしたら、あ、山下さんって話しかけることはないと思うんですよ。なるほど。あ、要するにお互いその特定の個人だと認識して話しかけてないってことか。過去の話を振り返ってても、さっき僕がイメージしたのって、その過去に出てきたひそひそやってるっていうのは、野獣馬？なんだっけ、悪霊みたいな、すごいもう強烈ななんかね、怨念みたいなのも払ってるやつがいたときに、他の霊たちはそれをすごい遠巻きに見て、なんかやだ、あの子怖いみたいな感じの、なんかあそこ怖くないみたいなことを言い合ってるみたいなシーンが出てきたんだけど、あれが、まあ、野獣馬なのか。そう、多分野獣馬、まあ、ライブ会場みたいなもんですよね。なんかさ、あ、なるほどね。同じものに興味があって なんとなくその場のノリで、自分が熱くなっちゃって、イエーイみたいな感じでなってる、その一体感っていうのがあって、でもそこの会場を離れるともう他人っすみたいな、すんみたいな。そうそう。ああ、なんかいや、もうすごい今の分かりやすい例だったわ。前にさ、霊感がある振りをしている人のさ、後ろに幽霊たちがいっぱい集まってきて、なんかこいつ見えてないっすよってね。で、なんかあそこに霊がいるとか、その人が言うたびに、みんながない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 、あっちいないないとかってやってたんだけど、あの時いっぱいいたって言ったけど、あれも別に、なんか一人がなんかいないいないとかってやったら、集まってきちゃっただけだよね。もうこいつ見えてる振りしてるみたいな感じで言って、え、何何って言ってるけど、その呼びかけたやつは、そいつら名前すらも知らないんじゃないかなっていう。あ、その見えてるふりしてるやつが改札にふわって消えてからすって解散、何事もなかったように解散してったから、だからもうそれ もうライブで1曲歌い終わってすって解散するみたいな。だそこにピアとかないでしょ。そうみんなバラ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 ってはけてくる。はけてくるんだね。いや面白いなそれ。でも今の例例えでめちゃめちゃ分かったわ、イメージが湧いた。ここであともう一個これ聞きたかったのが、過去のエピソードで最もコミュニケーション取ってるっぽいエピソードが、あの森塩チキンレース。あー、すごい人気でしたね。はい、多分ね、今までの熊子さんの動画を見てる方はね、あれねってなる。で、今回初めて見る方にはちょっと説明したいんですけど、簡単に言うと、以前くまこさんがちょっとふって外ってね、行く時に見たら森塩がしてあって、その森塩のところに霊が何体か3、4体が幽霊がいて、でなんかみんなでこう、おい森塩触ってみようぜみたいな話で盛り上がってると。で1人目がこう、ウェイって触りに行ったら、
全然なんともなかったと。おい大丈夫、成仏とかしないぜこれっつって言って、したら次に行ったやつがもうシュッて成仏っつってしたっていうもうお話がございましてね、はい、そんなまあ体験があったんだけど、あれってどうなの。いやあれは、うん、砂場で遊んでる子供が山作ってましたっつったら、うん、反対側からやってきた子供がね一緒に遊んでいいみたいな感じで来るシチュエーションってあるじゃないですか。あるある。そんな感じで、うん、ねえねえ森中触ってみないみたいな感じのあれなんかあれか、たまたまそこに興味持った人が集まっただけだ。そうたまたま集まって、たまたま一人目から順番に触ってっただけなんだ。そうで触ってって、たまたま2体目か3体目かのやつが消えて、みんながうわーってびっくりしたんだ。びっくりして、でその何事もなかったようにスッて消えてくっていう消えたやつマジでかわいそうな話なんですけど、でもなんかそれ単純に興味持ったからね、そうしょうがないわって感じだけど、多分遅かれ早かれあいつは森中触って消えるタイプの幽霊だったんだなって思う。まあでしょうねきっと。へえ、いや面白いな、そう考えると。なんか今の例えも結構わかりやすかったなと思って、子供の、ね、砂遊びみたいな、あのよく子供って公園で一人で遊んでるじゃないですか。その時にたまたま同じ砂場でね、こうやってなんか何人かいた時に、なんか別に入れていいよとかやってないのに、なんか気がついたら一緒に作ってたりするじゃない子供って。ああいう感じなんだ。ああいう感じだと面白い。え、そんな感じなんだ、うん、え、他ってなんかある他は、うん、まあ、例外の話だと、うん、あの前になんかお供え物の話でなんかその幽霊の老夫婦がどの頃ってあったじゃないですか。あのスーパー、あスーパースーパーマーケットにあの、まあ、熊子さんいた時にあのなんおじいさんの霊が行っていまして、でその多分おじいさんの親族の方、多分娘さんか、まあ、誰かだと思うんですけど、が買い物普通にその人は生きてる人間で買い物をしてるんですけど、豆大福を取ったんです手に。多分そのお盆のね、うん、あのお供え物だと思うんですけど、豆大福取ったら後ろでおじいちゃんがのー豆は嫌いじゃんと言ってると、いちごいちごって言っているのを見て、わ大変そうやなと熊子さんが通り過ぎようとしたら、なんかこのじいさんの奥さんのおばあちゃんがなんか急にブワンってやってきて、見えてるでしょあんた助けなさいよみたいなことを熊子さん言われて理不尽と思ったっていうお話なんですけど、あれもそうだね。あれよく考えたらそうね、おじいちゃんとおばあちゃんは夫婦でしょ、うん、夫婦で、多分それは生前ご夫婦だったから、その関係が引き継がれてるのかなって思って。はあ、なるほどね。そこはまあ例外というか、それはそれって感じなのかなって。なんか 2体っていうか、そのね、例同士で出てくることとかもあったりするけど、全くの他人か、うん、そういうなんか人間関係できてるやつは、うん、生前の関係。あ、そうそう、生前の関係。はあ。だからなんか幽霊になって新しく幽霊の彼女作ろうって思う人。幽霊には一応出くわしたことはないかなって感じ。なるほどね、うん、じゃあやっぱ幽霊になってから例えば家族作ろうとか、うん、友達作ろうとかは、うん、まあ、できないかどうかは知らないけど、うん、いないってことね、そういうふうに、まあ、多分いないじゃないかっていうか、もうそもそももう幽霊になった時点で、うん、そういう個人を深く知ろうと思わないんじゃないかなと思って。それ面白いよね、うんうん、過去のお話全部聞いてたもんやっぱそうなんだよね。うん、もう全然興味ないんだろうなと、自分の主張ばっかり、幽霊って、うん、そう、自分の執着していることとか主張とかばっかりで、人じゃないよね、うんうん、でせいぜい個人に対して、なんかもともと亡くなる前から恨みとかがあったりして、それでずっとついて回ってるとかはあったりするけど、うん、でもちょっとまあそれは悪いねみたいな話であって、でも確かに基本的に人に興味がないというか、そうそう、したらまあやっぱ最初に言った、要するに無関心っていうのが、まあ一番ストレートな回答かなと思います。はあ、いや面白いな、なんか絶妙にあれですね、説明が難しいですね。コミュニケーション取れてるかって言ったら、うん、会話はできてるから、うん、会話っていうか、まあ、会話もちょっと違うよね、なんかね、会話っていうか、同調みたいな、うん、今日お天気ですね、そうですねみたいな、うん、なんか明日は雨って言ってました、そうなのみたいな会話じゃないもんね。そうじゃなくて、天気いいね、天気いいみたいな感じ、やなびこ、やなびこイエー天気、あ今日明るいみたいな感じだもん、ね、なんかそういう感じだもんね。やっぱりこれ平行線っていうかコミュニケーションではないのかな、やっぱそう考えると、うん、まあ話戻っちゃう感じなんですけど、要するに、まあ、無関心でコミュニケーションとは言えないけど、なんか空気みたいなものができたら、いや自分みたいな感じで一緒にいることとかはあったりすると、
ただなんかその一応それができるってことはお互いがその霊の存在として認識はやっぱりしてるんだよね。認識は見えてるとは思うんですよね、うんうんうん、認識はしてる、うんうんうん、けどそう深く関わろうとはしない、しないって感じですね。でここでちょっとね、僕一個これちょっと突っ込んだ方がいいなと思ったことなんですけど、くまこさんと同じような感じでその自分の見えてる世界、まあ、霊的な世界の発信をされてる YouTuber の方とか結構いるじゃないですか、うん、で割となんかね、くまこさん以外のそういう方々は霊同士はお互いを認識してないって言ってる方結構いるんですよ。でそれが多分あるからだと思うんですけど、割とコメント欄であの YouTuber の〇〇さんはなんか幽霊同士はお互いを認識できないって言ってるんですけど、くまこさんはどうなんですか、うん、とか、くまこさんの話を聞いてるとなんかお互い認識してるっぽいですけど〇〇さんは違うって言ってましたみたいな結構書かれてて、くまこさんが連絡来てねなんかいやこんなコメントとか来てたら、その人の話とかちょっと聞いたんですけど、なんか全然自分の見てる世界と違うからびっくりしたっていうこと言ってて、なんか初めて本当、うん、七代さんと仕事して初めて他の、 見える方のお名前を存じたぐらいの、うん、スピリチュアルに興味のない人生を歩んでまいりましたので、ね、自分の常識と真逆のことを言ってる方がいるのにちょっと困惑をしておりますまあ、ってことだよね。だから、うん、ああ、そういうものなんですかみたいな、うん、だから本当にひっくり返ったような感じだったんだよね、きっと、うん、なんかもうお盆のスーパーで目の前で喧嘩してるじいさん同士は一体みたいな感じであったね、それね、少量馬、少量牛どっちやねんというね、あったね、まあ、まあそうそう、なんかそういうなんかね、うん、のはあって、うん、一応僕がそこでちょっと注釈みたいな感じで入れさせてもらうと、いやこれも大前提なのかな、でも多分そこがそもそもちょっと認識違うかもしれないですけど、視聴者の方と見えてる方多分それぞれ違うんですよ結構、うん、なのでなんか比較してあの人はこう言ってたんだからこうじゃないんですかみたいな質問は結構野暮で、正直くまこさんもいやそんなこと言われてもなっていう、なんか私こう見えてるしな、あの人はそう見えてるんでしょ、うんっていう話だもんねおへーみたいな感じです、ね、そうっていうのがあるから、うん、そうだから今回の話もさ、霊同士のコミュニケーションに関して多分認識は結構違うっぽいけど、うん、まあうちは別になんか他のね、YouTube の方がまあ何を言ってるかは正直あまり関係なく、うん、僕はまあ興味ないことなくて、くまこさんがなんかその個人的に持ってきた話をくまこさんがしてくれるのを聞くのがめちゃめちゃ面白いのでした僕も一視聴者としてね、今後もこっち側サイドで僕もちょっと聞かせてもらおうかなと思ってるんですけどはいはい。というわけで、今回ですね、霊同士でコミュニケーションってしてるのという、うん、まあ、問いかけをしたわけですけども、まあ、簡単にまとめると、まず霊同士はコミュニケーションというとこまでは行ってない、うん、ただお互い認識はしている、で無関心で、なんていうかな、こうのノリとかその場の空気感でなんかこうコミュニケーションっぽいものを取ってるけど、お互いを個人として認識して何か特別な感情を抱いて接してるわけではないっていうとこっすよ。はい、そうです、はい、というわけで、まあ、今回の動画ですね、面白いなと思った方はよかったら動画にいいねボタンをお願いします、そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。